どうもボボチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのはベルクから出ておりますあなたを酔わせるソルティドッグでございます。こちらのがアルコール 5%、果汁 1% となっております。スーパーのベルクのシリーズでございます。はい、埼玉を中心とやっております、スーパーのベルクですね。はい、こちらいろいろ自社製品みたいなもので出しておりまして、お酒好きのシリーズみたいのがありまして、今回は、あなたを酔わせるというカクテル系の、ものでございます。ソルティドッグですね。はい、最近ずっとソルティドッグレモンだと思ってたんですけども、よくよく考えたら、はい、グレープフルーツでしたね、あれ。はい、はい、それで塩グレープフルーツみたいなもんですよね。いただいてみたんですけど、ちょっとですね、その果汁感が弱いっていうんですかね。なかなか難しいところですよね、こういうのって。最近塩味のグレープフルーツチューハイみたいなのも出ちゃったんで、なんかその方がいいんじゃねえのかとは、はい、思っちゃったりもするんですけども、はい、これはこれで、おしゃれっぽい、多分女性向けみたいなもので、新しく開発したものだと思いますので、もし近くにベルクがあったら、一回お試しください。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになります。チャンネルご登録いただき、次回の動画をお待ちください。